皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青鬼オンライン物語シリーズやっていきたいと思います。さあ今回やっていくのは2回。レッツゴー。さあ2体青鬼注意、格子扉利用、鍵収集後脱出ということで。さあってすごい漢字のなんか漢文が出てきそうな漢文だね。漢文の物語をやっていくぞ。さあってどんなステージになっているのかな。まあ、これは、そうだね。こうやって、そこが開く。ほう。そっちはいけるのか？あ、で、そうね。これでこうやって。で、鍵も4つ集めなきゃいけないらしいから。で、そこが開いて。上は？さっき開いたところ。カニ鬼が、また出てくるのかな？どうだ？ちょっと初見だから、どういう要領かわからないんだけど。どうだ？おい、出てきたよ、カニ鬼。あら、なんかいつの間にか2体目も出てきてる。歩くスピードはどう？歩くスピード今回速い。そっか。あー、危ねー。挟まれた思ったけど。だからここでカニ鬼が1列になってるから、だいぶ楽勝。だね、楽勝だね。OK。で、こっちの広いスペースに出てきたぞ。さあ、それで三つ目、ゲチュー。で、これで、あー、カニが好きそうな隙間だね、ここね。カニ大好きだよ、こういう隙間。やっぱね、カニといえばね、隙間に入ることが有名ですから。さあ、ここで、セイ！で、ここでかわしていく華麗なステップを見たか。さて、戦国なでしこちゃん。で、残りが二つ窓あるんだよね。ここの一本道ちょっと危なさそうだな。で、ここで三つ目。で、上に四つ目ある？オッケー、四つ目。で、これどうするよ、ほい。どうするよ。かかってこいよ。よいしょ。で、ここでタイミング間違うと、オッケー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 。そう。ちょっと危なかったけど、で、ここであとは戻ればいいだけ。さあ、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。あー、ダメダメ。違う違う。こっちこっち。帰り帰る。さあ、物語シリーズやっていくぜ。ここでゴール。あばよー。ジェムを受け取って、そしてオッケー。今回はここまで。ちょっと早いけどね。でもまあ難易度的にはすごくやりやすい。一気に5回までいけちゃいそうだね。3、4、5と。そうだね。うん。まあコラボ等なのでね、こうやって1回1回ずつやっていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。